おはよう、こんにちは、こんばんは。アニョーン。アイズワン、ジャパンセカンドシングルのね、ブエノスアイレスがね、発売まであと2日になりました。通常版の CD の特典でね、抽選応募特典があるんですよ。その特典がね、皆さんね、覚えてますか？一緒に確認しましょう。グループハイタッチ会、ユニットハイタッチ会、そして全員ハイタッチ会に、そして全員サイン会とね、この4つ応募できるんですよ。応募できるってことは、CD 買ったら応募券がついてて、その応募券で応募するって形で、韓国の応募形式と同じです。日程は、前回のね、僕が当てたサイン会、ハイタッチ会と日程は一緒です。同じ日に行われます。で、この応募期間ってのがね、ちょっと複雑やねんて。難しいね、これ。応募が、1回、2回、3回、4回、5回、6回。応募が全6回あって、翌日の夕方に結果が出る。1回あたりの当選者が多分人数決まってんねんて。だからもう、うまいね。1回目外れても、2回目応募できる。2回目外れても3回応募できるっていうね、このね、当たるまで応募できるっていうね、僕らを試すね、システムですね。一番注意しないかんのは、第1回目。6月25日の1時から、6月26日の11時59分までやねんて。ってことは、発売日の前から応募できんねんて。わかる？言っとる意味。簡単に言うと、CD が発売日の前にお店に並ぶってこと。26日が発売日なんだけど、25日の夕方には店頭に並ぶから、前日の25日の夕方に買いに行った方がいい。だから第1回目、意外と狙い目があるのかもしれない。だから第2回目は多分混むと思う。郵送で買った人は多分26日に届くと思うから、店頭だと25日に買えんねんて。だから1回目意外と狙い目があるのかなーと思います。あと僕はね、やっぱり名古屋。大阪、東京、名古屋とあるけど、やっぱり名古屋が狙い目で、僕はね、名古屋で応募しますよ。もちろん、全員ハイタッチ、全員サイン会をね、取りに行きます。だから第1回目だけみんなね、これ気をつけた方がいいね。発売日の前にね、応募始まるから。ここだけ注意点だね。うん。全6回ってすごいよね。6回は多いよね。僕的には、全員ハイタッチか全員サイン会行きたいやんか。1回あたり2枚ずつ応募するとしても、12枚。でも1回目で当たったらもう応募せんくっていいから、全員ハイタッチと全員サインは多分皆さんわかると思うんだけど、グループハイタッチとユニットハイタッチ。こっち確認しよう。グループハイタッチ。名古屋と東京の初日が、E が、うんび、チェオン、さくら。N が、かんちゃん、みんじゅ、ゆり。A が、チェオン、ひーちゃん、なこ。それで R が、ゆじん、チェオン、イエナですね。まあ、僕的にはこれ、グループ B が熱いね。うんび、ごにょん、さくら。これいいね。これいいかな。関西と東京二日目が、T が、ゆじん、へほん、さくら。G が、チェオン、みんじゅ、うんび。B が、チェウォン、ウォニョン、ヒーちゃん。これいいね。これめちゃめちゃいいね、これ。F が、イエナ、ユリ、ナコ。これもいいな。ここ僕応募するなら、B ですね。B のこの、チェオン、ウォニョン、ヒーちゃん。これめっちゃいいやん。グループ B めっちゃいいやん。関西のグループ B めっちゃいいな。あと、ユニット。ああ、ユニット多いな。ユニットはもうお姉さんと妹グループに分かれてるね。お姉さんの方が、ユジン、サクラ、チェオン、ウンビ、ミンジュ、カンちゃん。トシタグループ。チェオン、ヒーちゃん、ナコ、ユナ、ユリ、ウォニョン。このトシタグループだね。あ、このトシタグループもいいね。全員ハイタッチは全員やんか。全員サインは全員サインやんか。これバリバリ。狭きもんだね。またね、迷ってるとこだけどね。やっぱり僕は全員ハイタッチに行きたいから、メインでね、応募するつもりです。でもこのグループハイタッチも、ちょっとね、行きたい感じだね。いいね。うん。ユニットハイタッチもいいしね。これまた迷うね。で、迷っても結局自分が CD 何枚買うかが問題だからね。うん、厳しいな。
一発で当たればいいんだけど、当たる、多分厳しい、狭きもんだと思うからね。僕が言いたいのはね、無理はしないことね。お互いにね、お互いに無理はせずね、買ってこ。あまり買いすぎるとちょっとね、後々苦しむのは自分だからね、心の準備を一緒にしときましょう。もしよかったら、チャンネル登録、高評価、動画の共有、お願いします。僕と友達になりましょう。一緒に、アイズワンを応援して、行こうよ！ファイティング！またね。バイバーイ。マジで何枚買おうかな、CD。CD 何枚買おうかな。